んにちは、コウジです。今日はですね、こういうものを手に入れたので、仕事じゃなく遊びでプリントしてみたいと思います。これがですね、クイックアートさんのパウダープリントシート、家庭用の顔料プリンターでプリントしたものを T シャツに本格プリントできるっていうキットなんですよ。で、中身3セット入り、3回 A4 プリントが3回できるものが入って1200円ぐらいだったかな。消費税だったら1320円か。で、売られているもの、まあ1箇所のプリントが400円ぐらいって考えたらちょっと割高な気もしますけれども、A4 よりちっちゃい、これぐらいのロゴだったら A4 で一気に4枚作れるんでね。ということは1箇所単価100円でできるっていうことだから、これで本当に綺麗にできるもんであれば、チームの胸ロゴとかを作るのに非常にいいものになっていると思います。ちょっと中開けてみますか。これはただの捨て紙ね。で、これは保護用の紙で、これがプリントする紙だな。 PD シートって見える方が裏面だね。これうっすらと字が書かれている、こっちが裏面だと思う。で、こっちがプリント面で、こっちのプリント面に、インクジェットプリンターでプリントするって感じだね。これがホットメルトパウダー、一袋か。これで3回なんとか使ってちょうだいって感じだね。このパウダーを使ってインクの上にパウダーの膜、パウダーで膜を貼って、パウダーはたいたらインクの上だけにこのパウダーがついていると。で、それを裏返してアイロンでするとこれが熱で溶けてインクがそのパウダーの上に乗った状態でプリントができるっていうシステムみたいですね。じゃあちょっとこれ、この用紙を1枚、なんかすごい大事にカバーまでかけてあるので触っていいのかも迷うね。これ1枚使ってプリントしてみたいと思います。適当に画像ホルダーにあったロゴを並べてプリントしてみます。転写なので画像は左右反転してあります。使用する用紙を普通紙、印刷品質をきれいにセットします。以前紹介した PX105 でプリントします。で、ここでお詫びと訂正なのですが、以前顔料プリンターの紹介をした時、エプソンさんの顔料タイプのラインナップが少なくなっちゃったななんて言っちゃったのですが、大間違いでした。調べてみるとビジネスプリンターの枠で一般市販タイプがたくさん出ているんですね。しかもそのラインナップに顔料タイプのエコタンクモデルがありました。カラーモデルだと複合機タイプしかないのが残念ですが、複合機の染料タイプを持ってなかったら多分そっち買ってたと思います。値段は一気に4万円ほどになっちゃいますが、インク代を考えたら僕の使用頻度だと2年程度で元取っちゃうと思うんですよね。どうもこれインクを弾く紙みたいで、黒のベタ塗りのとことかがダマになってるのが分かりますかね。あと赤色もね、ベタ塗りのところがちょっと色ムラになってる。ここなんか黒と赤のところに滲んでるね。要はすぐに乾かない、染み込まない紙なんで、黒と赤、黒と黄色が相性が悪いかもしれない。なのでデザインを作るときは、こういった単色だとか色が分かれたものはいいけど、黒と赤が隣り合ったデザインとか、黒と黄色が隣り合ったデザインはちょっと向かないかもしれないね。この赤が薄いところは大丈夫なんだけど、この赤のインクがべったりつくところは、やっぱり赤がまずムラになるし、ムラになって水玉になって浮いてる、そこに黒いインクを印刷しちゃうんで、その水玉になって浮いたものと黒いインクが混じっちゃって滲んじゃってる感じだね。まあこういった特性を理解してデザインを作っていけば大丈夫かなと思います。このパウダーね、クイックアートさんのキットなんだけど、システムグラフィーさんで瓶に入ったやつとかも売ってたんですよね。で、システムグラフィーさんとクイックアートさん、福井県の会社に近いんだよね。なのでどちらが開発したものなのかな、同じものなのか別々のものなのか、
これをかけます。かなりの細かい粒子。実際ほんのちょっとしか使ってない感じですね。この状態でもう思いっきりはたいて余分なところのパウダーを落とします。これはもう動画で見たらもうこれぐらい強くやってた。もう思いっきりで、これでプリント準備完了。パウダーすごい落ちちゃったね。手についちゃって。でこのパウダーは再利用できるんだけど、あらちょっと汚れちゃうよね。結構サラッとしてるようで、こういった台とかにこびりついちゃうので、テーブルとかにもいっぱいこぼしちゃった。これはなんかまとめてした方がいいのかな。ちょっと作業性っていう部分では業務でやっているプリントに比べたら良くないね。毎回これ掃除機かけなきゃダメだ。まあ別にクイックアートさんにお金もらってるわけじゃないから好きかって言ってるけど、でもね、クイックアートさんすごいいい会社みたいなんだよ。動画配信あって、今クイックアートさんのホワイトトナープリントってやつがものすごく気になってるんだけど、その動画がすごい勉強になるしね。うん、まあでもちょっと作業性としては毎回これ洗わなきゃダメとかね、テーブルの上も掃除機が必要かな。これちょっと粉いっぱい飛ばしちゃったから。今ちょっと昼飯を食べてて、でその間に乾いたかな、乾いちゃっても大丈夫だと思う。もう粉はかかってるし、でこれでプリントをしたいと思います。まあ家庭でもできるっていうあれなんで、家庭用のアイロン使ってやっていこうと思います。アイロンは中温でいいんかな。これをまず使うね。プリント面に触れないようにして、であとこの端に粉が残ってる可能性があるので、この端も切っちゃいます。で今洗濯テストをしている、これこの T シャツにプリントをしていこうと思う。でここに載せるんですが、あの他の消火プリントとかの転写タイプと違って、一度乗せたらずらせないっていうちょっと作業性の悪さがある。なので位置決めはねすごい重要、大事。アイロン150度ぐらいになってるね。これでいけると思う。シリコンペーパーを乗せて、滑りないからまず全体的にスーッと下の紙をずらさないようにやって、ぐっと圧をかける。プレスムラがないように何箇所にも分けて、よし、これで完全に冷めるまで待ちます。まあ、もうほぼ冷めたのでこれは剥がしていきます。でこっちの紙に色が残ってたらもう一度プレスすれば治るそうです。大丈夫そうだね。ちょっと色味がやっぱり違うね。顔料インクが熱をかけた時に変色する特性があるので、この薄いグレーが緑色っぽくなっちゃう。
黒が緑色っぽくなっちゃってるね、全体的に。でやっぱり紙の上に浮いてた赤のダマダマがやっぱりムラになってるし、黒と赤の境目がやっぱりにじみが残ってる、うん、それでもデザインをその黒のにじみがあるっていうことを考慮したデザインでやれば大丈夫かなと思います。でせっかくこんだけプリントしたからこれもちょっとやってみますね。結構強く押さえた方がいいと思う。でもあんまり強く押さえるとね、このアイロンの三角形の形でテカっちゃうんだよね、生地が。これでまた完全に冷たくなるまで放置します。で十分冷めたんで剥がしていきます。で今回このウェアは、ポリエステル 80% 綿 20% のジャージ生地で、先ほどの T シャツは、ポリエステル 100% のドライメッシュ生地。黒単色は綺麗に出るね。さっきのデザインは黒が緑色っぽくなったのはデザインの元々の使っている色だったと思う。あれはカラーを混ぜて黒っぽくした感じに調整されてたのかな。実はあれイラストレーターで作ったデータじゃないので、まあその辺の差が出たんだと思う。でこれは、イラストレーターで黒は黒で、ブラックのみのデータなんで、印刷も黒いインクしか使ってない状態で、ちゃんと黒で出てます。細かいところまで綺麗だね、うん、でこれは洗濯は可能、洗濯可能なんですが、乾燥機やアイロンはダメで、もみ洗いはしないでということなんで、強度的にはガーメントプリンターよりも劣るのかな。まあその辺はまた洗濯、さっきの洗濯テスト用のやつで洗濯してみて判断したいと思います。あともう一つね、このデータを見直す必要がありかなって思ったやつもプリントしてしまって、でどんな感じで出るか見たいと思います。これもイラストレーターで作ったデータなんで、黒はちゃんと黒のみで、赤はマゼンタとイエローの混じった赤かな。赤と黒で相性が悪くてにじむっていうことを念頭に入れたデザイン作りをすれば問題はないと思う。これぐらいグラデーションかけたところは綺麗になってるので、おそらく色を薄くすれば大丈夫かもしれない。この洗濯テスト用の T シャツがプリントだらけになってきたね。で1、2目を一発で決めると、これずらしたらにじんじゃうらしいんですよ。じゃあ冷めたんで剥がしていきます。グラデーション部分が苦手かと思ったら綺麗にできました。でやっぱりこのにじんでしまうところはしょうがないな。ただ透明度を上げた部分、この青とかの境目、あとこの赤の透明度を上げた部分は黒のにじみが少ないので、赤と黒が隣り合うような部分は色を薄く、透明度を上げて色を少なめにした方がいいかもしれない。っていうより最初からデザイン的に赤と黒が隣り合ってない方がいいかもね。裏にはまあ当然抜けてはない。これ表面はなんかパリッとした感じ、パリッとしたっていうか、うん、ほっとめるとあれが溶けて膜になってる状態だから、これ引っ張ったら割れるのかな。こんな感じで細かく割れにはなるけど結構丈夫で、これはすぐ洗濯しない方がいいみたいね。ホットメルトと、トナーが、完全に定着するのに1日ぐらいは置いた方がいいみたい。でさっきのこれの仕上がりを見ると、うん、DIY でやる分にはものすごくいいと思う。これの場合黒の単色なんで先ほどにじみみたいな問題はないし、でものすごい細かいとこまで綺麗に出てる、うん、これはね T
使い方、デザインによってはものすごくいいものだと思います。あとは洗濯強度だね。あとこれを見ると、グラデーションのところはマゼンタとイエローが混じっている色なんだけれども、赤が飛ぶのかな、熱で。で、黄色がちょっと強めに出る。で、この影のところはシアン、マゼンタ、イエローを混ぜた黒だったんで、緑色っぽい色以外がちょっと飛んじゃった感じかな、熱で。なので黒やグレーを使うときは、シアン、マゼンタ、イエローを混ぜたグレーとか黒を使わずに、黒で透明度を上げたグレーみたいな感じで扱わないと難しいかもしれない。